あらら、ひろひろ、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ひろっくでーす。最初の男は最初の男になるんだってさっきから言っとるだろうが。お前それを忘れたのか？わかるか？今回はこちら。キャリー、ピザポテト、薄切り、ザクザク、とろりチーズ。俺、レビューしていきたいと思います。はい、今回はね、こちら、カルビーの、エメンタル&チェドラ、ウチワラダブルチーズ、ピザポテト、薄切り、ザクザク、ザクザク、ザクザク、トロリチーズ、レビューしていきたいと思います。こちらもね、お菓子になるんですけど、最近ね、お菓子商品レビューが少ないと言われたので、ちょっとね、たまにはね、お菓子をね、レビューしたいと思います。たまーにお菓子をレビューしたいと思います。ジュース、お菓子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 。ピザポテトですね。ポテトチップス、ピザポテトを食べていきたいと思います。まぁ、こんな感じですね。要は、ピザポテトですね。ピザをなんか、ポテトにした感じ。僕もね、食べたことあるんですけど、結構美味しいです。じゃあ食べていくぜ。はっ！こんな感じ。中はこんな感じです。こんな、ね、香りまでね、香りがピザなんですよ、ピザ。うわ、あー、ふにゃーん。じゃあ食べていくぜ。こんな感じです。うん、味はね、結構結構いけってかい。うん、やっぱりね、これギザギザですね。見て、こんな感じ。うん、あんまりね、辛くないし、そんなにきつくない。結構ね、食感がね、すごいですね。ピザの香りがする。まるでピザを食べた夜に、食べた夜に感じがする。すごいですね。うん。味はね、あちーん !100 点満点。よし。結構ね、味はね、結構ね、味はね、ちょっとね、味はね、結構ね、ここの部屋熱いんじゃ、ここの部屋熱いんじゃ、わかった。ピザポテトはね、日本中にね、さまざまあるんや、おかしいやろ。だからね、俺みたいな、このピザポテトはね、食べてもね、死なせんのんじゃ、おい。これね、最初食べるとトラウマになった瞬間に、口から火吐くで、吐いて火吐くで。俺はな、これはな、ピザポテトっていうのはな、わかるか？よう聞け、よう聞け。ピザポテトっていうのは、なんて言うの？口が赤いというか、口がべちょりというか、とろりするんだ。とろり。だから、俺みたいな、腐った、豆腐みたいなやつはな、ピザポテト食べた方がいいっす。だから、俺はな、俺で行ったんだ。それがな、明日の男になりたい。という、わけです。ごめんなさい。ここの部屋ね、暑いんすよね。サウナ街。ここの部屋、サウナ街。もう、いいです。もう。チャレドルキュー。イロー、シェック。